オリオン座流星群が今日21日夜から明日22日明け方にかけて見ごろを迎えます。オリオン座流星群とは毎年10月21日頃に活動のピークを迎える流星群です。ゴールデンウィークに活動のピークを迎える水亀座エータ流星群と同じハレー彗星を母天体としています。流星は放射点が空に昇ってくる21時頃から流れ始めますが、真夜中ほど放射点が高く昇るため観察に適しています。アストロアーツによるとピーク時には見晴らしの良いところで1時間あたり10個程度の流星を見られるとのことです。ではここからは気になる今夜のお天気確認していきたいと思います。山口さん、今夜見られそうですか？はい、そうですね、はい、高気圧圏内といったところがまだありそうでして、流星群見えるエリアもありそうです、はい、でこちらがね、その今夜から明日の明け方にかけての見えるかどうかのマップなんですけれども、高気圧圏内となっております、まあ、関東や甲信地方、また東北の北部の太平洋側ですね、こちらの方はバッチリ見える、飛びさえすればですね、ちゃんと見えるところが多くありそうです、はい、また黄色く塗っているところチャンスありですけれども、西日本の太平洋側ですとか東日本、あとは北日本では日本海側ですね、うんうん、ただですね、このグレーの色、はい、難しそうといったところ、こちらはちょっと雲が分厚そうなんですよ、うん、はい、特に北海道に関しては雨の降るところもありそうでして、雲の向こうといった可能性ありますね、うん、はい、そして観察する際はやはり服装なども気になるところですけれど、気温どうでしょうか？はい、そうですね、こちらが今夜午後10時の方気温の予想になります。やはりですね、北日本の内陸部や本州中部の内陸部、こちらの方はこの緑色、一桁の方気温といったところが多くなりますね、はい、関東の沿岸部などでも、まあ、15度前後というような、まあ、数字ですので、まあ、昼間、今日の昼間は広く過ごしやすい中、夜との体感差は大きくなります、服装をね、ちょっとまた1枚羽織るものなどご用意いただきたいと思います、はい、詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけます。またウェザーニュースライブの YouTube ではオリオン座流星群のライブカメラも配信予定となっております。ぜひこちらの方でもお楽しみください。